神奈川東大草とは、東大草か東大草族の落葉鉱木の一種で、ある。ケニアのたった一箇所のみに分布するが、その個体数も著しく少なく、絶滅の危機に瀕している。高さ16から30メートルの多肉な樹木で、幹が単管で直径40センチメートル前後、樹皮が黄みがかった緑色で、枝は5から6両を持ち、幅11センチメートル以下である。節は ほとんどないが、最末小枝は、多肉質で、幅5から1 0トル、10から3 5トルの間隔でくびれている。多肉質の枝に沿って体になった差しがあり、長さ3から4ト、mm、ルである。白い乳液を含む。葉は落葉性でデルタ事情、8から12、4から6ト、mm、ルである。肺状過剰は4 2ト、mm、ル前後、非常に、 広い杯状の双方を有し全体が暗光色で、あり、横楕円型で 2.55mm 前後の密線が5から6本、横楕円型で 24mm の列片が5から6、あり、長さ 2.5cm 以下の花柄を有する、1から3ででにその周産過剰を構成する。包要は円形で 2.54.5mm 前後である。湯水は長さ 3.75mm である。 メバナは、花皮が3列で、列片は1ト、mm、ル前後、花柱が、長さ1ト、mm、ル、厚く、多肉質、基部でつながり、先端が厚く、2列する。果実は、赤色で3列する、果てで、未熟な果ては、長さ1 4ト、mm、ルの小花柄状に突出し、6 0ト、mm、ルである。クリティクリーエンデンジャード本種が見られるのはケニアのみ、 それもたった42平方キロメートルの微ー、森林保護区内の半落葉性のしっちりのみである。ビーンチは10本の樹木のみが存在を知られているとしていたが、東アフリカのレッドリストによる評価がなされた2006年を経た時点ではさらに数が減って成り木が4本確認されたのみであり、容易に絶滅しかねない状況となっている。 本州は違法伐採や微通の林園にまで入り込んで行われる農牧活動といった脅威にさらされている。微通森林保護区は法的に保護されてはいるものの民間事情の不安定さにより法律が施行されなかったり研究意欲がそがれたりしてきたことから棚川東大草は依然絶滅の瀬戸際にある状況であると言える。二人の保護活動家が棚川東大草を 栽培していることが知られており、繁殖や、自生地への再導入に向けての基金が求められているところである。なお、多肉化する、東大草属植物であるため、ワシントン条約付属書2の適用対象となる。ABCDEFGIUCN、e, e,、ABCDEFGHB インチ、ABCDEFGHIJK Carter&R. スミス、キャンプワークショップ、英語。 日本語、英語、ありがとうございます。